北陸農政局が先月時点での米の収穫量を示す作況指数を発表し、新潟は98でやや不良となっています。作況指数は収穫量を平年と比較して数値化したもので、新潟は98のやや不良となり、山形、佐賀に次ぐ低い指数となりました。地域別では上越は101、中越は99で平年並みでしたが、下越と佐渡はやや不良となりました。北陸農政局は5月下旬から6月上旬にかけて気温が平年を下回ったことにより、歩数とそれに伴う全もみ数がやや少ないとなったことを要因に挙げています。また全国的に米の品薄が問題となる中、北陸農政局の担当者は、流通面でのいろいろな事柄もあろうかと思いますけれども、その品薄感というのは徐々にですね、緩和していくものというふうに考えておりますし、まあ、現在においてもですね、出回り量ということではかなりしっかり出回ってきているというふうに理解しております。今月25日時点の数値を反映した最終的な作況指数などは来月中旬に発表されます。